尾崎幸男から1954年10月6日は、日本の政治家。日本の議会政治の黎明期から第二次、世界大戦後に至るまで衆議院議員を務め、当選回数、議員勤続年数、最高齢議員記録と複数の日本記録を有する、ことから、県政の神様、議会政治の父と呼ばれる。肖像位、訓位等、伊勢神宮内宮前の郷土、 橋姫神社左隣の山道の奥に鎮座する合格神社の祭神。郷和学堂。称号は衆議院名誉議員、東京都名誉都民。世界連邦建設同盟初代会長。安政五年11月20日、相模国津久井また野村生まれ。陽名は彦太郎。幸雄の父、尾崎幸正の生家は、官方医を行とし、官学者、藤森公安の私塾に、 桂小五郎の先輩として学んだ。尾崎家の先祖は今川義元の家来で武田信玄に攻め立てられて没落した。尾崎家は天正18年に後法城氏が滅びてからま野に移り、累世相を続いて理長となる。家門東京へ以前の尾崎家先祖が住んでいたと言われる福間田城というのは現在の相模原市緑区牧屋にあったが、 その定石一帯は現在尾崎が原と言われている。父、雪正は母親戦争の際、官軍と佐半春小隊総督の板垣大助の徳を慕って長瀬三次、隊長、美生官、一郎の率いる断禁隊に加わって合図戦争を戦い抜き、官一郎の内寺二号は断禁隊の二代目隊長に任ぜられた。明治維新後は壇上代の役人となった。 ゆきおは11歳までまた野村で過ごした後、父、ゆきまさに従い、明治元年に番長の国学者、平田厚種の子、鉄種が開いていた平田塾にて学び、ついで明治4年に高崎に引っ越し、地元の英学校にて英語を学ぶ。その後、明治5年に渡来県山田に今を移す、ゆきおも宮崎文庫英学校に入学した。父は、 熊本天人が予定されていたため、東京留学を許し、雪尾に弟を同行させて、慶応義塾へ向かわせた。明治7年に弟と共に上京し、当時、日本一の学校との名声を得ていた、慶応義塾同時局に入学するや、稲や塾長の福沢諭吉に認められ、12級の最下級から最上級生となる。明治8年のクリスマスに成功会のカナダ人、 宣教師で英語教師の AC 賞より、キリスト教の洗礼を受ける。その後、直ちに世の中で役に立つ学問を求めた大崎は、反売する論文を執筆して、慶応義塾を退学し、福沢の友人で、高学寮の校長ダイヤーと、大鳥慶介に紹介文を書いてもらい、染物屋になるため、明治9年に高学寮に再入学した。しかし、 学風の違いやり科学への嫌気から、明けぼの新聞などに、薩摩反伐罰,罰の応募を批判する当初をはじめ、それが、いずれも好評を博したため、一年足らずで退学。その後、慶応義塾に戻り、浅吹英二が経営した民間雑誌の編集に携わり、教官義塾で英国史を論じたり、三田演説館で演談に立ったりするなどした。明治十二年には、 福沢諭吉の推薦で、新潟新聞の主筆となる。当時、海軍省の長谷川貞田を相手に講演した、京兵論、昭和み論が、起演となり、矢野文雄に誘われ、明治14年に統計委員兼小書機関という、官職に就任する。しかし、明治14年の政変でわずか2ヶ月余りで下やした。明治15年、法治新聞の論説委員となり、 立憲改新党の創立に参加するが、大隈重信の奇妙な脱党に不信感を覚えた。翌年、東京府会の改選で日本橋から推薦されて、最年少で府会議員となり、常地委員に選出される。政府の条約改正案に対して強い反対。運動が起こると、尾崎は反大家主義の急先鋒となり、後藤昌二郎を担ぎ出し、大道団結運動を進めた。 相談した結果、後藤を清掃させて、宮内省に向かわせたが、明治天皇と会うことは許されず、クーデターを計画し始めた尾崎は、明治二十年、保安条例により、東京からの退去処分を受けた。尾崎は、道理が引っ込む時世を驚くと言い,い、号を、学道から、学道に変えた。星通や林雄造らの土佐派という子を結び、地域の間を回った。父が、 神風連の乱で九死に一生を得て、伊勢で余生を楽しんでいた縁故をたどり、明治23年の第1回衆議院議員総選挙で、三重県選挙区より出馬して当選。以後63年間に及ぶ連続25回当選という記録を作る。伊勢では投票用紙に、尾崎幸男としか書いたことのない選挙人が2代3代にわたって少なくない。 この時代の選挙はまさに戦争同然であり、尾崎も何度も視覚に襲われそうになっているが、地元の怒りの鉄砲隊を組織して、これを追い返すなどしている。尾崎幸雄の記号、中国の文人帝位板橋の死の一説、自家致傷ため、文章出木の祖という主張。第一次、松方内閣の第三議会における軍艦製造秘削除問題などで活躍し、 長野新聞などから絶賛される。第2次、伊藤内閣では、第6議会で、民党六派は、内閣弾劾上層文を提出し、尾崎が、その説明に当たった。第1に、政府の不当解散。第2に、政府の軟弱外交。第3に、政府の議会軽視。第4に、伊藤博文のことごとに、根領の袖に隠れる行為を批判し、伊藤博文は顔色を変えたと言われる。 この採決は149対144というわずか5票の差で否決された。日清戦争が始まると、東亜の体系を立てるべきとの論文を次々に執筆し、世論の指導に努めた。日清戦争後の第4回総選挙後は各派とも従来の応援を忘れ、挙国一致して外的にこうする議決を、広島、伊藤博文が後に、 幾多の障害を排して自ら政党の組織に乗り出し、立憲政友会を作ったのは、日清戦争における各派の協力ぶりを見て、政党的視の観念を放棄したからだと言われている。三国干渉に伊藤学すると、対外強硬派の戦闘に立ち、正友友事会を組織して演説した。この間、尾崎は新歩党に属した。次局便乗派の徳富祖法の国民新聞などが、 松方正義と大熊重信の近接が最上の実極休止策であるとの主張を盛んに衝動したこともあってか第二次松方内閣が成立するとその外務大臣に就任した大熊の推挙で外務参事官に就任するが26世紀事件や河山助のりの職言などで小崎自身も当角に動いたしかし直人官でありながら進歩党の会議に出席し 内閣を攻撃したた。こととで、懲戒免職処分となった大熊は、その後10月31日に辞表を提出し、新歩統系の官僚も政府から去った。明治31年6月21日、新歩党と自由党が合同して、憲政党が結成された。大熊と板垣に対名が降下し、第一次大熊内閣。当閣を目指していた星と。 これを受けた天皇は、大熊と尾崎に不信感を持っていたこともあり、首相である大熊に是非を問うこともなく、辞職を求めた。10月24日、尾崎は病気を理由に文章を辞任し、公認に保守通ると、江原蘇禄を挙げていたが、その公認をめぐって、県政党は、分裂、Y 班内閣も、そう辞職した。第二次、山形内閣が発足すると、 県政本島の最高幹部に属していたが、伊藤博文を訪問して、疑話団の乱以来のロシア帝国との関係を話し合って意気投合。立憲政友会の創立に参加して、県政本島を離脱、政友会の総務委員の一人となり、尾崎は星通ると共に院内総務を任じられた。桂内閣が発足すると、党務執行の常務委員の5人に選ばれたが、 まもなく星が暗殺され、東武の中心は、尾崎と松田正久の二名に命じられた。しかし、その後に伊藤とも対立して離党片岡健吉や加藤孔明もこれに習い、同志研究会を組織し、その後はなお協会などを経て、声優会に復党と、目まぐるしく所属政党を変遷する。東京市長時代の尾崎幸雄桂太郎、弾劾演説。 1913年2月5日、明治36年から同45年まで東京市長に就任。尾崎の東京市長を在任中に東京市が東京鉄道を買収し東京市電機局を設置した。夫人の成長を受けて尾崎三郎の娘、テオドラと再婚したが、ハーフの栄子との結婚は尾崎に対する手術の誤解を生じさせたようである。結婚後は軽井沢に 別邸、爆愛三荘を設け、爆愛三荘は、軽井沢の名所とさえなった。明治37年2月、日露戦争の開戦後に第一次、西恩寺内閣が発足。西恩寺金持が、桂太郎の反撃を受けて、総辞職し、第二次、桂内閣が発足すると、明治41年12月21日、尾崎はなお教会を解組して高揚館で、 河野広中らとまた新会を成立させるが、自身は総裁、西恩寺の下で、再び政友会に復帰する。他方、犬飼武氏や大石らは、立憲国民党を結成した。この時、江徳周水らの大逆事件と南北青純問題が起こり、桂内閣は西恩寺を推薦して、総辞職した。西恩寺金持が二光師団増設案から、陸軍大臣。 上原優作の声明、辞任で大臣に追い込まれ、長州軍閥によって内務大臣となっていた桂が擁立されて、敬遠時代が終わると、桂太郎が、宮中、府中の別を乱る者と何次全国的な国民運動が巻き起こった。大正元年の憲政擁護運動では、立憲政友会を代表して質問を行い、玉座を強壁と支障直を弾丸とする者と、主相。 桂を球断する演説を行って、対象政変のきっかけとなった。これらの集会は、全国で行われ、各地に学童会が生まれ、尾崎が壇上に立つと聴衆からは、脱帽と、喝采が鳴りやまず、しばしば口を開かせなかった。第3次、桂内閣大臣後、山本権兵衛が疎閣すると、政変後に、自党の利益を優先しようとする。 声優会の方針に反発して、声優会を離党。以後、声優クラブ、また楽会、中声会、県声会、革新クラブと移る。県声会最高幹部老人会との立ち会い演説会、新人会主催の自局講演会出席者。前列右から吉野作造、尾崎幸雄、宮崎隆介第一次、山本内閣が、シーメンス事件で総辞職し、清浦恵子が、 首相就任に失敗すると、大隈重信に再びおばっちが回り、尾崎は中政会を代表して、司法大臣として入閣した。部下には、平沼喜一郎や鈴木喜三郎を置き、蔵省、若槻礼二郎、外相、加藤孔明、会相、八代六郎辞職後の内閣改造で活躍する。加藤孔明を当初に担ぎ出して、県政会を結成、最高幹部に就任する。 大隈重信が疲労などから辞職し、後を受けた寺内内閣がシベリア出兵問題で早々に終焉すると、ついに現内閣が誕生した。尾崎はこれを好意に思い、第一次世界大戦後のヨーロッパ諸国視察の外遊に出る。当初は対外公派として知られた高派、すでに欧州の主流は反軍国主義であり、日本はこれに逆行しようとしていたからである。また、 ポピュリズム化を危惧して普通選挙の早期思考には消極的であったが対象デモクラシーの進展とともに普通選挙運動に参加。同時に次第に活発化していた婦人山政権運動を支持し、新婦人協会による治安警察法改正運動などを支援した。また軍縮推進運動、治安維持法反対運動など一貫して軍国化に抵抗する姿勢や、 西尾末広と反軍演説を行った斉藤隆夫の除名に反対の意思を示すなど議会制民主主義を擁護する姿勢を示したが、政界では次第に孤立していった。県政界を離党すると、ついに無所属議員となり、後30年余りを無所属で通した。無所属になったことは、政界での尾崎の出世の妨げとなり、閣僚経験は二度の大熊内閣で経験したのみに、 止まり、総理大臣は愚か衆議院議長、副議長、戦後国会での常任委員長になることは、ついになかった。国家主義、国民主義的な観点から、軍縮論者となっていた尾崎は、全国遊説の旅に出る。大正13年、朝鮮内閣である、清浦内閣が成立すると、これに反対する、第二次五憲運動が始まる。五権三派が成立し、衆議院総選挙の結果、 五県三派が勝利し、加藤孔明内閣が成立する。昭和に入り政党内閣が続き、昭和4年には、政党内閣の頂点といわれる、立憲民政党の浜口内閣が成立する。だが、昭和6年に満州事変の勃発後、軍部の政治介入が相次ぎ、政党政治は危機に陥った。昭和7年に5.15事件で、犬飼武史が暗殺されると、 政党内閣は終焉した。尾崎はこの現状を憂慮して、墓標に変えてと題して、遺言を執筆し、雑誌、改造に掲載された。2.26事件の後の広田内閣が1年、足らずで潰れ、林千十郎が組閣すると、昭和12年2月17日、尾崎は、議会で登壇し、正重が、敵に望める心も手割れは、立つなり、 演壇の上なる2時間に及ぶ辞世を読み、新聞は全面を埋めて、尾崎の演説を掲げた。この内閣が誕生して、日中戦争が泥沼化へ入ると、西尾末広の演説に連座した事件で、議員の校内に、尾崎の銅像を建設する計画も中止された。大政翼3回結成、ナチスドイツなどとの三国同盟を経て、東条秀樹が内閣を組閣すると、尾崎は、 議会政治に見切りをつけ参層にこもり、もはやあまり状況もしなかった。太平洋戦争開戦後の昭和17年に、行われた第21回衆議院議員総選挙には、非推薦出馬で当選。昭和18年、前年の総選挙の際に、田川大吉郎の応援演説で、翌3選挙批判を行った中に引用した川柳の、売り家とようで各三代目が、 昭和天皇の知性を揶揄するものであるとされ不経済で、起訴されるに、大審院で、無罪確定。1953年に、落選の方を聞いて敗戦後には、図志氏の山荘、風雲閣は、訪問客にあふれ、宮中にも招かれるとともに、新憲法案を自ら、構想している。尾崎は、君位等局実大受賞を返上して、政界引退を決意していたが、 三重県を中心とした支持者が中心となって無断で推薦し、1946年の総選挙では全県一区でトップ当選。中選区制となった1947年の総選挙でも三重二区からトップ当選を果たした。戦後の国会でも活躍して民主主義の復活と世界平和の確立のために尽力するが、支持層の高齢化に加えて、 自身の健康も優れず、ついに昭和28年のバカ野郎解散による総選挙で落選した。これを機に、政界からの引退を表明し、衆議院から名誉議員の称号を送られた。94歳まで衆議院議員を務めたのは、日本史上最高齢記録であり、当選25回、議員勤続63年も同じく、日本記録である。昭和十九年十月六日、 直腸癌による栄養障害と老衰のため入院先の慶応病院で死去。95歳没。墓所は鎌倉の円学寺小崎記念会観官聖記念切手以勲章等。外国勲章廃用隠居4男の雪照英子のため、東京市長時代の1907年、麻布に建てたとされ、知人の英文学者が譲り受けて1933年に、 豪徳寺に移築した木造2階建て洋館が現存する。2020年6月に解体予定が明らかになり、漫画家の山下和美らが旧尾崎幸邸保存プロジェクトを発足。所有者である住宅会社への署名提出、世田谷区による内部の調査などを経て、漫画家の佐藤智美、新田達夫夫妻が資金協力を申し出て購入した。老朽化や 内部の痛みが進んでいるため、今後は、クラウドファンディングなどで資金を集めて耐震など、改修工事を予定している。ありがとうございます。